鹿児島本線博多林公線博多林公線は、福岡県福岡市東区の菓子井駅を起点とし、道区の福岡貨物ターミナル駅を終点とする、日本貨物鉄道鹿児島本線貨物支線の通称である。第二次世界大戦中、中国大陸方面への輸送を、下関港のみではさばききれない状態に達していた、ことに対して、1942年の 関門鉄道トンネル開通に伴い、鹿児島本線経由で博多港を活用することが可能になったことから、トンネル開通と同時に、鹿児博多港間に船との接続輸送を図るべく、付設されたのが、この路線の創始である。戦後になると、博多港の拡大に伴い路線が、西方に延伸され、福岡港駅、福岡市場駅の設置がなされた。しかし、国鉄における、 貨物輸送の衰退に伴い、1998年に福岡貨物ターミナル駅までの区間を残して廃止され、現在に至っている。なお、貨物船として扱われていたものの、1989年8月3日から8月9日の間は、福岡協定場及びアジア太平洋博覧会への来客を対象に、シー博多港間の JR 貨物の路線を、 九州旅客鉄道が期間限定で第二種鉄道事業者として借り受け、さらに博多港駅の港内線を活用して進んだ位置に臨時駅の福岡ボート前駅を設置し、当時 SL アソボーイで使用されていた蒸気機関車58,654が牽引する12、軽客車、内市はジョイフルトレイン改造を施したキハ58系機動車により、 臨時の旅客列車を運転したことがある。国道3号にかかると田中道橋築港本町、付近の配線跡全施設とも福岡県福岡市、東区に所在、は、貨物駅、は、臨時駅を表す。ありがとうございます。